横川レンタリース株式会社は、電子計測機、IT 機器の大手レンタル会社、専業リース会社である。世界第3位の工業景気、プロセス制御機器メーカー横川電機と、水保フィナンシャルグループ系大手総合リース、会社不要総合リースによる民族系合弁会社であるが、独立志向が強い。もともとは、兄弟会社の関係にあった日本ヒューレットパッカードの、 パートナー企業でもある。業界での知名度は高く、横川、R として知られ、電子計測機及び IT 機器、システムのレンタル、オペレーティングリース、販売のほか、計測、IT 分野のエンジニアリングサービスも手掛ける。スマートフォンなどの移動体端末開発用の通信測定機の分野では、シェアの50%を占めている。 横川グループ及び FGL グループの主要企業の一社である。世界第3位の工業景気、プロセス制御機器メーカーである横川電機が自社の電子計測器の拡販や自社設備のリースによる購買一元化を目的にメインバンクの富士銀行と共同で新たなレンタルリース会社の設立を計画。1987年。 横川電機がと富士銀行系の不要総合リースの接班趣旨の合弁会社として発足した。発足当初は横川電機、不要総合リース、横川ヒューレットパッカードからの出向者、約40名で事業を開始した。社名は設立当時の横川電機社長、横川正蔵により命名。取扱品目は、 国内外の電子計測機器やコンピュータで主に国内の企業向けにレンタルを行っている。当初は横川電機グループの製品を中心に取り扱う計画であったが現在はグループ会社の製品は30%程度でマルチベンダーでレンタル品を取り揃えている。1993年にはリコーグループの日本マイテックを統合し IT 機器のレンタルへの事業。 1995年には IT 機器、システムの販売事業にも進出した。営業は同社の直接営業を主体とするが、横川電機の代理店網を活用した営業も展開している。また、レンタル以外にもヒューレットパッカード製のビジネス向けコンピュータ販売、システム開発や計測機の受託構成業務を手掛ける。海外事業は過去、台湾、韓国、 シンガポール、中国に進出していた。業界、第2位。近年、競合他社の事業縮小に伴い、実質的に、業界主位。役員に、ミズホフィナンシャルグループの役員経験者が、就任するなど、横川電気グループ、扶養総合リースグループの中核の一社に数えられ、グループの優等性的企業である。ありがとうございます。